はい、どうもこんにちは、横尾パラ、楽しみにしている皆さん、実はですねこの前の、放送収録後に、ちょっとしたクレームがちょっとついたようなんで、その辺をですねちょっとジェシーの方と、お詫びの記者会見という感じでいきたいと思います。はい、それではジェシー君です。あ、土下座してますね。土下座してますこの度はジョークとはいえ番組打ち切りという発言をしてしまいまして誠にすいませんでした。次回はウェイクボードまたいでますんで打ち切るわけがないんです。冗談です、すいませんでした。はい、ということで、ですね、なぜかあの後にですね、県庁の広報の方にですね、本当に番組終わるのかというお電話をいただいた。顔真っ赤っかになっちゃった、頭下がってね。でもあれが嬉しいことですよね。いや嬉しいし、それだけ ね、やっぱり打ち切りでね、県庁に直接電話が行くっていうのはね、なかなかない、素晴らしいじゃないですか。ね、もうね、どんどんね、初めてだって言ってたんですよね。多分初めてでしょうね、うん、そんな、いわきら市場、いいんじゃないですか、いいじゃないですかね。それだけこう話題があるって、まあ出る杭が打たれるってよく言いますからね。これでやっとなんか、そうね、仲間入りが、いい番組の仲間入りできたのかなっていう。そうですね、あんまり杭出さないようにお願いしますね。そうですね、トツの方でね、では王の方か、顔に血が上っちゃったよ。